速稼塾の久保でございます。相場解説なんですけども、木曜日の朝なんですが、ずっと順調に倍で勝ち続けてきたんで、この辺りでちょっと頭を冷やしてノーエントリーで様子を見ましょうというふうなお話をしました。思った通りですね、調整といいますか横ばいに入りましたね。相場が迷ってる状態です。当然ですけども、この後って何が起こるかもうお分かりですよね。そう、またブレイクが来るんですよ。収束ブレイクを繰り返すのが相場です。でブレイクの時に上昇なのか下降なのかを 見定めるためにいろんなね、技術があるわけなんですけども、その技術の一つに収束に入るんじゃないかなっていうふうな、この勘が働くかどうかなんですよね。この勘っていうのは山勘じゃなくって、たくさんの学習と経験から編み出される、リズムみたいなもんですよね。私は今回、勝ち続けたのでこの辺りで様子を見ましょうということをお話しました。これはですね、負け続けた時も同じで、ずっと負け続けるとちょっと相場から離れて頭を冷やした方がいいみたいなことがあるんですよね。そうするといろんな先入観とか主観的考えがなくなってね、より客観的に学習に忠実になれると思うんですよ。そういうことも込みで今日の相場解説をさせていただきます。はい、ではデイリーの方ね、これ切り替えてください。はい、デイリーの方なんですけども、バイデンさんがこの辺りですよ。でそこまではずっとセルできてたものが一点ずっとバイの方でね進められるようになりました。移動平均線もはっきりとした上昇トレンドを書いてますよね。で上がり方っていうのはギザギザです。上がって下がって上がって下がってを繰り返すわけなんですよね。これをだから N と言ってますよね。 NN で来てます。ここでちょっと若干横ばいのようなちょっと右肩下がりだったんですけども、その辺りでここ反発ブレイクをして登ってきたということ、そしてここで横ばいに入ったのがデイリーですね。いつものパターンといえばいつものパターンです。もう頭に入った方もいるんじゃないかなと思いますね。4時間にしてみますと、ここが横ばいからちょっと右下がりになってきたところですよね。ただこの辺りをブレイクすると強くなってくるわけなんですよ。で一旦下に向かってもひげを出して急速に上昇していくと。でまた同じようにね、ここが横ばいに入ったということです。ここと同じです。これを呼吸のように繰り返すわけなんですよ。横ばいとね、上昇とか下降とか。さあこれはですね、フィボナッチリプレイスメントを引いたところでもあるんですけど、それはあまり関係なくって、今回はこちらの方がレンジに入ってるんだよってことをね、今日はお示ししたいなと思います。もうちょっと細かく言えばここのレンジですよね。で移動平均線も右肩上がりだったのが急速に収束して横に入ってますよね。ちょうどですね、上がってきたのがここで横になったみたいな感じです。その後ここもブレイクして上昇に向かったということで、これもねいつまでも横ばいには向かわないんですよ。で111円の方へ私はブレイクすると思ってます。それが来週のことになるんじゃないですかね。だから金曜日の今日も、特にやることがないということでございます。来週をバイの方で111円に向かったというふうに今仮説立ててますから、それが本当にそうなるのかどうか、その予兆を図るために今日一日は使っていこうかなと思いますよね。で今度のエントリーはちょっとロット多めに貼ろうかなと思ってます。ここまでもうね準備計画ができるってことなんですよ。今週も利益を出しながら来週の相場展望につながっていきました。皆さんはどのような予測を立てたでしょうか。そして今週はねかなり勝てたんじゃないですか。これ先週も言いましたけどもね、いやもう勝ちまくりですよ。3月ももう言うことないですね。はい、それではね、4月になって今度は2日ですね。4月2日になりました。朝4時ですね。今朝4時です。ずいぶん早い相場解説になりましたけども、皆さんカレンダーをねピリッとめくって4月に調整してくださいね。それでは以上です。失礼します。